めつらいぶってて、で足ももう熱でボロボロだから、車椅子でいいし、バックが難しいなって、すごい運動会ってから。Twitter とかで言ってもさ、タイムラインで下がっちゃうの、分かんない、指が太いからなんかそんなこと書いてたような気がするなぁ。でもそんなに長い間悪くねえだろうなぁ。悪いんだよ、そんなこと。全然気にしてない。でも2週間のあれだって。
なぜ僕が喋るのかさっぱりわかりませんが、皆様今日はようこそおいでいただきました。なんで僕がここにいるんだろう。ただいまお送りしました曲はクロノトリガーのメインテーマ、そしてその前にやりました風の情景という曲をお送りしました。ねえ、なんで僕ここにいるのかな。予定はなかったんですけどね。そうなんです、なかったんです。リハーサルが終わってあと15分でお客さん入れなので、じゃあぼちぼちって言ったらなんか弾き始めなんですよ。そしたらなんかマンドリンを構えましてね。で、じゃあやるかって楽しいぞってなって、そしたら気がついたらアコギのソロが入りましてね。なんかそうしたらなんか低いところでウィーンって弾かれて、あ、じゃあやるかってね。でもね、そこまではわかるし、素晴らしかったです。まいまいさん最高です。今会ったばっかりなんですけどね、さっき。で、なんで僕が最初にマイクを持つの。いじるところから始めようかな。お家も近いんで。お家が良かった。そうなんです、お家が近くて、それもさっきしたんですけどね。後で覚えといてくださいね。あそこのラーメン屋のところを。お家が近くてね。このネギラーメン冷めないうちに持ってきます。じゃあ僕この辺でもう消えてもよろしいでしょうか。オープニングセッションだけで。はい、どうもありがとうございました。Thank you.
ぬくと言います。昨日も振り回されましたが、一応これがメンバーでやってます。よろしくお願いします。本日はマイマイプラスオールワンブラザーズの皆さんと、ジョイントコンサートということで、国本さんにお誘いいただきまして、このような素敵な場でね、新年をね、迎えられて本当に幸せです。はい、そんなわけで、ただいまお届けしましたのがドラクエ3メドレーということで、お届けしました。はい、じゃあいいですか、続いていきたいと思います。続いては、クロノクロスより2曲続けてお届けしたいと思います。時の傷跡とラジカルドリーマーズ。
私の胸の奥にいつからか響いていた夜露の雫よりもかすかなささやきだけど、ライブとまた違う雰囲気でちょっとドキマギしておりますけど、何かゲームに対する熱い思いをじゃあ加藤さんからお願いします。クロノクロスはいいゲームですよねクロノクロス、皆さんクロノクロス発動一個、あれ違ったっけ、んあのカンペが一個ですよね、いや、あのね、風の象形をやろうと思ったんですけど、さっきすごい素敵なセッションやったし、次は以降やろうと思いますで、以降はもう知ってますか、あれだよね、あのこういう感じで、そうそう、そういう感じでね、こういう感じですごいでしょ、うちのメンバーのこのゲームの雑な紹介の仕方すいません本当に、そうですよ、こういう感じの、こういう感じのゲームですね、こういう感じで、まこっちゃんがイコの少年の役を YouTube に僕たちこう動画を演奏してアップさせていただいたりとかしていて、んですけど、まこっちゃんがイコの少年 の、 角を生えてるんですか、それをまこっつがやるって言い出して、このひげ面 で、 で体型と身長的にはハマってるんだけどね、いやもっと身長多分低いと思うんだけどね、ヒゲがやっぱヒゲがちょっと少年じゃない、うん、おっさんバージョン、おっさんバージョンだね、じゃあおっさんバージョンの一個お届けします。なんでギターの2人はあの影の役とかやったんだ、影の役で僕ちゃんと強いバージョンの影の動きやってるんですよ、
なるほど。カジンの強さがいろいろ、まあいいですね。で、私、少女役やったけど、なんかあの最後、少年に倒されるっていうところで終わったよ。動画は、詳しくは動画の方を見てみてください。今日は本当にこんな素晴らしいイベントに国本さん、オールワンブラザーズの、皆さん、お呼びいただいてありがとうございます、はい、ありがとうございます、今日は国本さんの誕生日なんですよ、うん、そうなんです、おめでとうございます。誕生しましたね。オール1ですよ。オール1。あ、それでですか。あ、なるほど。今知ったの。ごめんなさい、今分かりました。この感の悪さが、マイマイらしいところなのかもしれない。国本さんの作曲してきたゲーム、うん、はい、やってないゲームはないんじゃないかっていうぐらい有名なゲームが多いですけれども。あ、なんかこう、ちょっと不安そうな目で見られてる。どうしようかな。誰に振ろうかな。まこっちゃん、チャレンジャーぐらいは。すいません。そっか、僕だけか。
ファミコン持ってなかった。ファミコンが家になかったんです。それはかわいそうな方に言われましたね。僕を恨むんじゃなくて親を恨んでます。ファミコンがないなんてもう僕はもう考えられないですね。今いないですもん、ファミコンなかった。多分ここにここに、ね、存在してない、存在してないと思います。本当にあのそうですね、まあまあ、もちろんそのオールマンブラザーズの方のライブで国本さんの曲がたくさん聴けると思うんですけれども、うん、僕たちもやっぱりせっかくだから国本さんの曲を1曲演奏したいなと思ってヘクター87のステージ2の曲やろうと思います。これちょっと途中でこう変拍子っていうか変拍子じゃないですけど3拍子が入ってくるのがかっこいいんですよね。はい、あのちょっ と, ど、ドキドキしてますけど頑張ります。怒られないかな。大丈夫かな。はい。もう難しかったねこれ。はい。はい、こうずっと裏拍が続くような感じ。でもこれこの曲はなんかこうロックに弾きたいっていう思い入れがあったので。
電車ですよ、もう電車。電車しましょう。あ、そうそうそう、こするタイプね。爪に結構悪影響を及ぼすタイプ。結構 やってた口ですか。いや、電車はやったね、なぜかね。ボタンがへこんだまま戻ってこなくなったりとかしませんでした。そこまでやる前に連射器が出た。それを使っちゃった。ダメだよ、連射器は。3段階の、もうスーファミか、それは。いや、ファミコンの連射器出てますよ。はい、出てます、出てます。切り替えられるやつ、ね。あ、でも爪やってたね、これね。そう、爪とか、なんか10円玉とか使ってみたら、そこでコントローラー壊れるっていう、ね。高橋名人、何回やるっつったっけ。いや、当初1秒間に16連射とかじゃなかったっけ。すごいよ。スターソルジャーとか、よくて、その頃テレビで、その思ったんだけど、バーサスごめんね、高橋名人にさ、はい、ヒター弾かせたらさ、あ、やばいと思います。すごいんじゃない、これ。どうなんですかね、国本さんでも高橋名人さんとご面識っていうか、あれですよね、よく。どうなんですか、ギターとかやらせてみる。え、やっぱりそうなんですね。もう、なんか名人だもんだって。それは1秒間に16回。国本さん、もしよかったら今度、こいつも結構こうメタル畑でこう早弾き結構頑張ってきた人なんですよ。で、彼と天童さんと高橋名人の3人で早弾きバトル。なんで入ってるんだろう、俺みたいな。もうそれ見たいな。はい、じゃあそんな企画を今度やりましょう。はい、今コントローラー、ギターのコントローラーとか、なんかうまくこうやればこう弾いたらそれが連射になるみたいなのができるかもしれない。それでスターソルジャーやるとか。だから僕が操作だけするから、こう動かすから、連射来たじゃない、ずっと連射だよ。ずっとゲーム終わるまでずっと連射だよ。よろしくお願いします。じゃあ、まあ、いよいよもうすぐラストなんですけれども、よく前々でありがとうございます。宮本さんと何かやるかもしれないし、この後本当にもう僕もすごい楽しみにして、多分おはしゃぎしてると思いますので、ぜひ一緒に、ファミコンの名だたるゲームをプレイしましょう、一緒に。はい、じゃあ、そんなわけで、僕たちはいつも、ファイナルファンタジーとか RPG の曲をアップすることが多いんですけれども、いつも定番になっている、ファイナルファンタジーからチョコボのテーマ曲をお届けして、ステージが、終わっていくのかな。多分そんな感じ。あと1曲ぐらいやるかもしれません。
来るわ。まあ、だって、だって来る、来る、来ない、あ、来ない、なんとかって書いてあって、二人して呼び込んでそれぞれ。まあ、となると明らかにお客様が反応。
I don't know what.
皆さんこんばんは。今日はお忙しい中たくさんお集まりいただきまして誠にどうもありがとうございます。なんで僕が喋ってるんですか。あ、どっかで見た景色だなって。デジャブかと思った。はい、オールワンブラザーズです。今日は皆さんようこそお越しくださいました。こんばんは、ありがとうございます。はい、マイマイプラスオールワンデーということで、マイネ・マイヌクさんのもう素敵なステージを本当にお楽しみいただいたかと思うんですけども、後半は我々、オールワンブラザーズね、お送りしたいと思います。有名なゲームの曲を素敵なアレンジと、竹本さんもかっこいい MC でお送りしたいと思いますので、お楽しみください。そうだな、まずメンバー紹介ね、しましょうね。オールワンブラザーズギター天童。そして、今日はね、あとの3人をね、初めて一緒にやるんですよ。ドラムス、瀬間彩子。そして、クラリネット、オニッチ。そして、キーボード、竹本純也。そして、きのこ栗本武明。はい、こういうね、なんというかな、初めて組んだ今日のメンバーですけどね、もう、息がぴったりですよ。ね、まあ、今日ね、お客様もね、見てるとね、そう、息ぴったりで、いい空間だなと思って、ね、このまま最後まで楽しんでいきたいと思います。ね、じゃあ、2曲目ですけれども、私の作った曲の中から、はい、ヘクター・プロムナールっていう曲を聴いてください。
結構いっぱいありますから、ね、それの5ですよ、ね、ドラえもん5ってないだいぶ限定されました、ね、それであの何ゲーム中に結婚するやつね、もっと狭まった、ね、ドラえもんは結婚しない、ドラゴンボールも結婚しない、それですよ、その結婚前夜 の主人公がね悩むシーンがね、 どっち の女の人と結婚しようかな、これはね、なんていうか、もうゲームの曲とは思えないね、とってもね、ロマンティックな曲ですよ、ね、もうそこにこのオニッチさんのクラリネットがね、もうあなたのハートをわしづかみですよ、ね、じゃあそんな曲を聴いてください。Thank you.
メーカーが変わりましてね。そういう話はやっぱり生臭い。何作ったところ翻訳しただけや。すいません。次の曲はね、この竹本さんのねキーボードソロがね炸裂しますよ。もうね、ひょっとしたらこれ倒しちゃうかもしれないね。あ、そんなことはないって返事したけど、じゃあその竹本さんをフィーチャーした元気の出る曲を聴いてください。クラリネットっていうのはね、休憩が必要な楽器らしいんですよ。これ我々ロックバンドで主にやってるんで何曲でもできるんですけど、クラリネットできないよね。そう、しかもこんなに吹きまくる曲はね、そうね、だからちょっと休憩でやります。奥でちょっと酸素吸入してくるんで、はい、じゃあその間に4人で演奏します。はい、じゃあ今度は PC エンジンのゲームから1曲お笑い2人組がなんか、はい、なんかおならしたりして、おならしたりして、はい、ゴミ箱の中に入っちゃった。
ケンちゃんから、これ近のやね、近のでした。はい、ギターテンド。で、次の曲なんですけどね、次の曲はちょっと自分よく知らないんですよ。悪魔城ドラキュラ的なやつがあります。敵なんですか？ちょっとメジャーじゃないかもしれない。僕がすごいやってたんですけど、もしかしたら知ってる方がいるかもしれないです。すごい始まり方。ダーン。休憩を取らせどんだけ体力のないバンドなんだろうね。今度はじゃあ2人で、ね、オールワンブラザーズ2人でちょっと、新曲をやってみたいと思います。新曲、はい、行きましょう。これはあのまた有名な RPG の、 あのを題材にした、はい、曲を、ね、やりたいと思います。ちょっと俺も息が一番いい気上がってるわ。すみませんね。今日で53歳になりました。おめでとうございます。見かけはよく若いって言われるんだけど、体はボロボロですよ。ねえ、わかるでしょ。ねえ、あのな、誰に振ってんだろうね。じゃあ、その、じゃあ有名 RPG の題材とした新曲を聴いてください。
当に売りますか。はい。それを売るだなんてとんでもない。本当に売りますか。はい。それを売るだなんてとんでもない。売れねえのかよ。ドラクエあるわね。ドラクエ受け。しましたよ。怪しいドラクエあるわね。ドラクエ受け。消えました。ドラクエあるわね。ドラクエ受け。寄せて聞いていた。
キーボードの竹本君や持ってくれ迷宮組曲を聴いていただきました。ロック版迷宮組曲ですね、聴いていただきました。なんだっけ、なんかバージョンの名前あったっけ、これなんかやんちゃバージョン、不良不良ミロン君不良バージョン、不良バージョンでした。はい、では、後半戦というか残りね少なくなってきましたが、次の曲はね、あの今度は、フィーチャーリングオニッチでお送りしたいと思います、ね。まあ、オニッチさんといえばね、かの有名な FCB とね、こちらの FCB の中のさらに精鋭集団といわれる熱血高校吹奏楽部にね両方所属して、まあなんというかね、ありえないあの運指とね、まあまあここで話が長くなっちゃうからね。お兄さんはあれですね、僕らオールワンブラザーズは栗本さんが1月11日生まれで、僕が11月11日生まれなんでオールワンブラザーズなんですけど、お兄さんは1月1日生まれ、僕らよりオールワンです。はい、ということでフロント全員オールワンということで参加します。じゃあ聖剣伝説、ね、私ですね、普段あのがっつりロックバンドやってまして、あのがっつりしたロックバンドやってまして迷彩モダンっていうバンドをやってるんですけど、よかったらあの迷彩服の迷彩にカタカナでモダンで検索すると多分なんか出てくるので、あのネットです。ぜひちょっと聞いてみてください。ちなみに今月28日に
どこだっけあ、違います どこだっけ、あ、大塚発プラスっていうところで、ライブがありまして、出番9時過ぎなんですけど、よかったらぜひ見に来てください。よろしくお願いします。はい、では、いよいよね、あと2曲となりましたけれども、次の曲はね、やっぱりファミコン世代の人にはね、もうこれは思い出深い曲でね、ね、竹本さんはこの曲を弾いたら絶対泣くって言ってたからね、うん、まあ、そんな涙なしには、語れない、これはもうゲーム好きじゃなくてもみんなが知ってるあの曲をやりたいと思います。Thank you.
ワンブラザーズでした。ギター剣道、ドラムス瀬名彩子、クラリネット小日記、キーボード竹本純也、キノコ栗本武明、では一曲特別にですね、マイネマイニクさんとコラボの曲をやってみたいかな。マイネマイニクさんどうぞ。今日はね、本当にマイネマイニクさんと初めての共演が実現しまして、私もね、前からファンだったので、やっと実現したかなっていうね、ことで、そしたらやっぱり想像以上の素晴らしい演奏を聴かせていただいて、もう一度マイネマイニクさんに拍手を願います。そしてね、やっぱりいいなと思ったのは、今日初めて会ったね、マイネマイニクさんと竹本さんがね、リハーサルで本当に初顔合わせなのにセッションを始めて、それが本当にステージでもやるっていうね、あれもびっくりしましたし、だから天童さんがさっきステージに上がったのはね、本当に打ち合わせなしなので、ね、そういうことができるのはやっぱりゲーム音楽っていう共通の趣味っていうかね、があってできるかなっていうね、いいなと思って、なんか一言みたいに言ってますけど俺も参加しようよ、俺も準備はどうでしょう、もうちょっとかな、ね、マイネマイニクさんね、メンバー紹介しましょうかね、こちらのギターが加藤さん、ね、それからベースが須崎さん、こちらのギターが佐藤健太さんですね。ね、健ちゃん。こっち加藤ちゃん。実はね、これマイネマイニクのギター2人は加藤ちゃん、健ちゃんと、ね。先日面白いコラボをしたんですけど、ね。あと素敵なボーカルの岩沢さん。はい、では最後に一曲全員でコラボ演奏します。実はね、これ30年前に出たゲームなんですよ。ちょうど今年がね30周年になります。ね、ファミコンのねチャレンジャー、あれ私のデビュー作なんですよ。その曲をちょっとみんなでやってみたいと思います。Thank you.
ありがとうございました。ダイナマイズ。オーマンブラザーズ。それから今日配信をやってくれたバイネマイズのスタッフの方、どうもありがとうございました。トナペティの店長富井さんをはじめスタッフの皆さん、ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。さようなら。ごきげんよう。マイク握ってるみたいな